和議を記念して建設された教会。手前が新教のアフラ教会、後方がカトリックの聖ウルリッヒ教会アウクスブルクの和議は、神聖ローマ帝国のアウクスブルクで開催された帝国議会において1555年9月25日になされたドイツ中央地域におけるルター派容認の決議である。アウクスブルクの宗教和議ともいう。これによりハプスブルク家のカトリック教会を介した帝国支配の野望は挫折するが、一方ではカルバン派の信仰も認められなかった。また、個人の信仰は認められずに、信仰の選択はあくまで都市や領主が決定するものとした。このことは、将来に禍根を残し、30年戦争の契機ともなった。1526年、神聖ローマ皇帝カール5世は、東方からのオスマン帝国の圧力が強まる中、シュパイエルにおける帝国議会でルター派諸公に譲歩した。このことは、両方君主が領内の教会を統制下に置く、両方教会体制の出発点として位置づけられている。しかし、1529年に同地で再び開催された帝国議会で前回の決定を撤回し、再びカトリック政策の徹底を図ったため、ルター派諸公らは、この決定に対する抗議文を提出した。翌年にユダヤ人が宗教革命を企てたとする非難が起こり、宮廷ユダヤ人のヨーゼル・ロスハイムが帝国議会で抗議した。ルター派諸公は1531年にシュマルカルデン同盟を結び、領内のカトリック教会の財産没収などの挙に出た。以後、同盟とカール5世の反目が続いたが、フランスとのイタリア戦争に奔走していたこともあり、両勢力の本格的な衝突は回避された。しかし、1544年に一応の講和が成立した。ここで、ユダヤ人は従来通り、キリスト教金融機関よりも高い利子で金を貸すことが認められた。そしてカール5世は、トリエント公会議などを通じて、カトリック勢力の再結集を図り、1546年よりルター派諸公とも争うことになった。この戦争において、同盟軍を撃破したカール5世が一度は、カトリック優位のアウクスブルク仮信条協定を結んで勢力を拡大したが、1552年にザクセン選帝コーモリッツが同盟側についたことや、ハプスブルク家の財政難が深刻化していたことから、同年、パッサウにて開催された諸公会議でパッサウ条約を締結、次の議会をもって新旧両教派の対立を収束させるとの申し合わせがなされた。同年に反対派のブランデンブルク・クルムバッハ辺教伯、アルブレヒト・アルキビアデスが反乱を起こし、モーリッツが討ち取られるなどの事態となったが、1554年にアルブレヒト・アルキビアデスは国外追放となった。パッサウ条約を受けて、ローマ王フェルディナントは1555年2月、アウクスブルクに帝国議会を招集し、同年9月25日、一応の和議が成立した。これが、アウクスブルクの和議である。アウクスブルク宗教平和令。1555年、マインツ印刷この和議において、両方君主にカトリック、ルター派の宗教選択権が認められた。ルター派を支持する諸公が、カトリック教会、修道院の組織、財産を統制下に置くことを事実上認める決定であり、これをもって、両方教会体制が確立したとされる。この後、自らの勢力を強めた、両方君主は、徐々に、領内の自由都市にも統制を強めて特権などを剥奪していくことになり、両方国家ごとの集権化が推進された。アウクスブルクの和議では1526年の第1回シュパイアー帝国議会が確認された。アウクスブルク宗教平和令は以下のように定めた。帝国に平和をもたらすためにカトリックとルター派は信仰を理由とした暴力は禁止する。ただし、カルバン派とツビングリ派、サイセンレ派は異端とみなされ除外された。諸公の信仰は自由であり、自領の信仰を選ぶことができ、そして領民には、その信仰に従わせるとした。これは、領土が属するところのものに、宗教も属する原則とされ、両方境界性の基盤が形成されていった。帝国都市では従来二つの宗教が行われてきた場合には、将来もそうあるべきであるの原則であり、カトリック司教の改宗の禁止を意味した。しかし、フェルディナンド宣言で、すでに長期にわたってルター派である騎士と都市はルター派にとどまることが許された。アウクスブルクの和議は、教皇はあまり関わらず、皇帝と諸侯の間で交わされたものであったが、この和議は一時の妥協に過ぎず、その後も、新旧両派は、自らの勢力拡大に努めた。ありがとうございます。